ルノー R24 は、ルノー海一が2004年の F1 世界選手権に投入したフォーミューラ一1カー。ボブベル、マークスミス、ディノトソによって設計された。また、前年のシーズン中に離脱したマイクガスコインもデザインに関与している。R24 には2003年までの低重心化を狙った広角バンクエンジンではなく、バンク角72度の RS24 エンジンが使用された。 これは1グランプリ1エンジン規則に対応するための信頼性確保が主な理由であったが同時にネックとなっていた出力面においても大きな改善が見られた。その結果前年までのハンドリングに優れタイヤに優しいといったような特徴は薄れたものの R24 はサーキットを選ばないオールラウンダーなマシンに変貌することとなった。 2004年ベルディーグランプリで、ヤルノ・トゥルーリがドライブする R24 ドライバーは、前年に引き続いて、ヤルノ・トゥルーリとフェルナンド・アロンソ。前年に、ワークスとしての20年ぶりの優勝を果たした、ルノーだったが、2004年は、フェラーリのミハイル・シューマッハが独走し、タイトル獲得の可能性は、シーズン序盤で早々に継えた。その結果、 シーズンを通じて BAR とコンストラクターズ任意を争うことになる。第6戦モナコ GP ではトゥルーリが自身初のポールポジションからそのまま初優勝し、ルノーチームとしても初のモナコ制覇となる一勝を挙げるが、第10戦フランス GP では最終ラップの最終試験員でルーベンスバリチェロに交わされ表彰台を逃してしまう。すると、このルノー母国 GP での失態に、 フラビオブリア・トーレが激怒。トゥルーリは9月に2005年からのトゥー体積を発表するものの、チームとの関係は悪化の一途をたどり、第15戦イタリア GP を最後にチームを離脱するという事態にまで発展した。そのため、チームはトゥルーリの後任として前年、BAR を離脱して、シートを失っていった1997年のワールドチャンピオン、ジャック・ビルヌーブを起用。対 BAR の切り札として、終盤参戦に出走したものの、約1年間のブランクは大きく、ポイント獲得には至らなかった。アロンソは優勝こそ果たせなかったものの、フェラーリが石巻するシーズンで4度の表彰台を含む、計12回の入賞を記録。チームはフェラーリ、BAR に次ぐ、コンストラクターズランキング3位の座を獲得した。太字は、ポールポジション。 謝辞はファステストラップ。ありがとうございます。